偽情報は意図的に広められる虚偽もしくは不正確な情報である。偽造された文書、原稿及び写真のルフ、あるいは悪意のある噂や捏造されたインテリジェンスを広めることが含まれる。偽情報を誤報と混同してはいけない。誤報は単に間違った情報が広まったものである。情報あるいはミリタリーインテリジェンスにおいては、偽情報は敵の立場あるいは 行動方針に応じて敵を間違った方向に誘導するために意図的に広められる。政治においては偽情報は相手側を研究することにより明かされた候補者の弱点をもとにしたいかがわしい虚偽の発言をルフして性的への有権者の支持を逸らすための意図的な試みである。両方の分野とも偽情報ということには実際の情報は利用できないように歪曲されるという ことが含まれる。商業や行政においても偽情報の技術は競争相手の地位を徐々に弱めることを望むグループにより使用されることがある。誰かに虚偽を納得させるのは現実には詐欺と明白な虚偽の言葉である。粉飾決算は上場企業会計改革及び投資家保護法の制定を導いた偽情報戦略とも考えられる。 感情的な支持を求めるために意図される伝統的なプロパガンダや大きな嘘の技術とは異なり、偽情報は対抗的で不都合な情報の信頼性を落とすこと、あるいは間違った結論を支持することによって理性的な水準の慣習を操るように意図される。あるグループがそれだけの影響力を持っている場合には事実を隠蔽する技術、つまり検閲も行われる。 情報の経路を完全に閉鎖することができない場合、その経路を偽情報で満たし、簡単に反証が容易な程度の嘘の主張を大量に組み合わせることで、効果的にその経路の S、N 比を低下させ相手の信頼性を落として役に立たなくすることができる。一般の偽情報手法は、若干の事実に虚偽の結論と嘘が入った観察の両方を合わせるか、 それがすべてあるように事実の一部を見せることである。冷戦により偽情報が軍事的かつ政治的な戦術であることの認識が生まれた。軍事的な偽情報技術はウラジーミル・ボルコフによって説明されている。偽情報の代表的な例は第二次世界大戦の期間にあり d d に先行したフォーティチュード作戦においてである。イギリス情報部は非常に 大規模の侵攻軍がイングランドのケントからイギリス海峡を越えようとしているとドイツ軍に信じさせている。実際は共闘法の構築を成すためのノルマンディ上陸が主な目的であり、それはドイツ司令部の派兵中長のためより容易となった。1957年 CIA はウラルカクサンジについて知るが、その情報が公的に発表されなかったのは、 ソ連の核事故が話題になることで、米国の核施設近くで生活している、人々の間に懸念が生じかねないため CIA が躊躇したことによる。1986年、米国国家安全保障問題担当大統領補佐、菅のジョン・ポインデクスターは、リビアのカッザーフィー大佐を揺るがすため、二国間の切迫した対立についての記事を国外報道に渡すことによる、 偽情報計画をロナルド・レーガン大統領に提出した。しかし、虚偽の情報は、最終的に、ウォール・ストリート・ジャーナルの知るところとなる。これは意図しない、副産物という意味で、当該分野で、ブローバックとして知られる現象である。2003年3月、イラク戦争が勃発するが、イラク攻撃とフスイン政権転覆は、アンポリ決議を根拠とする以前に、 規定の方針だったことが当時の高官たちにより暴露され始めている。上級 SVR 官僚のセルゲート・レチャコフは P と r ーに KGB が偽情報として核の冬の神話を作ったと主張したが、r ー,ーはそのことを認めることは不可能と言い,い、そして引き続いた研究はさらに進歩した気候モデルを使い、その仮説を支持し続けている。 アメリカ合衆国に対するソビエトの偽情報では、ないかという疑惑がある事例には他にも、以下のものを含めていくつかある。2017年頃に、欧米の大手インターネット掲示板、4チャンで、リベラルをからかうために、人差し指と親指で円形を作り、中指、薬指、小指を伸ばす OK サインは、白人市場主義の象徴であるという偽情報が、 出回ったがメディアに取り上げられた以降、OK サインは白人至上主義、レイシズムの象徴であるという考えは本格的に広がってきて一部の場面では禁止されることとなった。実際にヘイトスピーチやヘイトクライムなどを行う白人至上主義への支持表明のジェスチャーとして使われ始めてしまったことで反差別を掲げるユダヤ系団体名誉毀損防止連盟は OK サインをヘイトのシンボルとしてデータベースに追加した。これは偽情報の優れた例です。意図はシオニズムの目的を促進することです。分割当時、ありがとうございます。